6月20日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて8円94銭高い 22,287 円42銭で終えています。日経平均はプラスです。対してトピックスがマイナスでありまして 9.05 ポイントの下落で 1734.87 で終えています。日経プラストピックスマイナスというのが東証一部であります。トピックスマイナスでありますから値下がり数の方が多くなっていまして、東証一部全体の7割にあたる1433銘柄が下落であります。上昇したのは全体の3割575というところで、米中の貿易摩擦の加速ですね、これに対する警戒感まだ続いているというのが今日午前中の動きであります。それでは日経平均株価冷やしチャートをご覧いただきましょう。こちらです。日経平均株価昨日は400円を超える下げ幅となって、この緑色の25日線を終始割り込んで動きました。今日もほぼ同じレンジ、昨日の下値のあたりのレンジでありますが、今日のローソク足の形状形を見ますと下ヒゲがやや長めに出ています。売るところまでは売られたが、ややたくり上げるような下げ止まったようなたくり足となっています。日経平均株価は午前中の段階ではプラス圏に転じておいています。日経平均5分足チャートで午前中の動き振り返っておきましょう。こちらです。朝方プラスから始まりました。その後じわじわと売り物に押されたんですが、10時過ぎから切り返して、結局前引けはプラスに浮上しておいています。米中貿易摩擦の当事者である中国上海総合指数、昨日1年9ヶ月ぶりの安値でしたが、今日は小幅安で推移しています。そして香港がプラスで推移していると、このあたり中国関連、中国マーケットが一旦は小康状態を取り戻したと、東京マーケットもそう理解したのかもしれません。日経平均プラスに浮上して終えています。とはいえ個別銘柄を見ますと、まだまだ米中の対立といったところがネガティブに効いているというのが、特に機械セクター、建設機械のセクターであります。例えば6301小松製作所であります。建機の小松ですが、冷やしチャートをご覧いただくと直近このような動き、明らかに崩れているトレンドであります。今日も連日で年初来の安値を更新しました。小松ですとか日立建機といったところ、中国アメリカでの売上高比率高いというところで、米中の対立がマイナスに効くと、そのような思惑から売られているようであります。小松についてはアメリカと中国を合わせた売上高が全体の3割を占めますので、米中対立が解決するまではなかなか買いづらいといった動きなのでしょうか。一方で、小松ですとか機械と対照的なのがディフェンシブセクターであります。あまり海外要因に振らされない株ですね。例えば2801食品株、キッコーマンになります。こちらは高値を取ってきていると、年初来高値を連日のように取ってきているというのがキッコーマンの動きであります。今日も午前中の段階で 3% を超える上昇でありました。指数的には米中への警戒感というのはやや一服感出ていますが、業種、実際に物色されているセクターを見ると、まだまだ警戒感は払拭しきれないというのが今日前場の動きであります。以上、前引けの模様を東証アローズからお伝えしました。